こんにちは、山根秀樹です。金上の海に来ております。伝蔵さんは農業の傍ら、この遠浅の海で漁業をしておりました。ちなみに伝蔵さんはそれまで網での漁が中心だったハワイに初めて一本釣りを教えた人と言われております。その漁法は当時のハワイには斬新で、サビキ釣りといわれる日本の漁法でした。伝蔵さんは竹で竿を作り、その先に薪を入れるための小さな籠を鈴で作りました。五右衛門さんがこの海でウニを取ってきて、その身を薪絵としてその小さな籠に取り付けました。その小さな籠は釣り糸の先に取り付けられ、その釣り糸にはハエ縄のように多くの針が視線に取り付けられました。伝蔵さんはその方法でアクと呼ばれるカツオを取っておりました。そのウニの巻き絵がない時には伝蔵さんが水牛の角を削りルアーとして使っていました。釣り名人の伝蔵さんは多くの魚を取り、市場に出して快適な暮らしをしていました。また村の人が壊れた網の修理に手こずっていると駆け寄ってきて、丁寧にささっと網を直してくれたりしました。伝蔵さんは地元の漁師に師匠と慕われていました。また5、6人の漁師たちと共に船に乗り合わせ、この沖に漁に出ておりました。本日はありがとうございました。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。